赤靴下は暗コ目にクに所属する魚類の分類群の一つ。赤靴風流魚など、低生性の深海魚を中心に従属78種が含まれる。加盟の由来は、ギリシア語のオグクト、ケイファルから。赤靴下の魚類はそのほとんどが海水魚で、地中海を除く、全世界の熱帯、亜熱帯の海に幅広く分布する。多くの種が大陸方から、 大陸斜面にかけての深海で生活する低生魚であり、生息推進の限界は、概ね1500から3000メートルにまで達する。コグカセファラス属など、アメリカ大陸周辺に分布する仲間は、沿岸のごく浅い海域にも暮らしており、マレニカ線の上流まで進出する例が知られている。日本近海からは、少なくとも7属23種が報告されている。 一しく立て平たした特徴的な体は、遊泳には全く不向きで、腕のように発達した大きな胸びれと比較的小さい腹びれを使い、海底を歩くように移動する。食性は肉食性で、甲殻類、巻貝などの海底の無脊椎動物や他の魚類は捕食する。飼魚は浮遊生活を送ることが知られ、成長のいずれかの段階で海底に定着すると見られている。 幼魚の遊泳する姿の観察記録は非常に珍しく、最終化の鈴木香織部による2018年の記録が世界で初めてとなった。赤靴族の一種、著しく扁平な頭部、後ろ向きに突き出た大きな胸びれ、細長いオツカ部は本家魚類に共通する特徴である体型は非常に独特で上下に押しつぶしたような著しく平たい体と、 全身を覆う突起状の鱗が特徴である。頭部は円形か、糞の尖った三角形を呈する。体長は最大種でも40センチメートル程度で、多くの種類は20センチメートル前後である。夢底靴族の一部のみ箱型の丸い体型を持ち、海底付近を遊泳して生活する。口は水平に開き、葉は小さく円錐状。全身を覆う鱗の形態は、 塩水状から棘を持つものまで様々で、硬化した鱗が互いに融合し甲羅のような外見を、呈するもの、細長く伸びた糸状のフィラメントに覆われるものもある。側線鱗の形状は特殊化している。背びれの第一棘状に由来する誘引突起は、比較的短く、第二棘状は、痕跡的に存在する。背びれ南上部と尻びれは小さく、 それぞれ1から6本及び3から4本の軟条で構成される。胸びれは10から19軟条で大きく腕のように発達する。腹器は1と下5軟条で喉の位置にあり体を支える役割を持つ。頭部には溝状のくぼみが存在し、疑似状態を収納することができる。エラの開口部は胸びれ規定の直上に存在し、第一最急は退縮しエラ弁を持たない。 椎骨は16から21個。赤靴下には、ネルソンの体系において、10属78種が認められている。本家は単独で、赤靴は木、オグカセファロイディを構成する。底靴属の一種。大西洋の深海に幅広く分布する、風流王族の一種。主に、ハワイ諸島周辺から知られる。かつては、コアヌケ風流王エムギガスと混同されていた。 夢底靴コロフリーズブロビコだカ本属は箱型の丸い体を持ち、赤靴下の中では例外的に海底付近を遊泳して生活するオグカセファラス属の一種。本属の仲間はすべてアメリカ大陸周辺に分布し、バットフィッシュと総称されるオグカセファラス属の一種。腕のように発達した胸びれと腹びれは本カ魚類の特徴で、 海底で体を支えじっとしていることが多い、オグカセファラス属の一種。ガラパゴス諸島からペルー南部にかけての比較的浅い海に生息する。ありがとうございます。